Another one.
自己紹介をする前にまずみんなに言っておきたいことがある。これから始まるパフォーマンスはなるべくこっち正面から見ないと非常に触りにくい内容になっている。なるべくギュッと真ん中に詰めてくれるとより密集度が増して面白いかもしれない。ありがとう。俺の名はフレディのロック大好きレストランのオーナーだ。今からみんなにロックのメニューをご馳走しよう。だがしかし言っておく、冒頭数分間はつまらないかもしれない。だからいいか、7分だ。7分見て面白くなければ帰れ。この物語はあの伝説のロックバンドクイーンに熱狂するあまり頭がおかしくなってしまった男と彼が営むレストランにおいての日常の一コマである。The world, I'm turning it
Thank you.
Save me.
はあ、いらっしゃい。日本語わかりますか？あ、少しは OK。 ちょっと待っててくれ。次のネタに移る前にみんなに言いたいことがある。なるべく隙間を埋めるように前に詰めてくれないか。これからのネタはお客さんの密集度が少ないと俺がとても恥ずかしい目に遭うんだ。真ん中より結構ギュッと寄っていただくと非常に嬉しい。あと座ってくれ。そうだ、カメラマン。なんか抜けていった人もいるけど、そこを埋めるように前に詰めて。殺すわ。外人連中しか言ってない。いいか、今さら何をためらう。楽しめ。今のは何か分かるか。分からないよな。分からなければまだ間に合う。明日にでもボヘミアのことで読みに行け。そうすれば俺の気持ちが痛いと分かるから。でも子供たちはまだ早い。少々冷えるから、かいつまんで言おう。終わってから大事な大事なお会計の時間があるんだ。すぐに帰るな。そしてお父さんお母さん、子供に持っていかせるから細かいものを握らせてごまかすな。いいか、子供たちにとっては変なおじさんかもしれないが、大人たちにとってはそれなりの思い入れがあるはずだ。このキャラはそんないい大人たちが小銭であるはずがない。お兄さん、あと5分だ。メインディッシュ
これでレストランフレディの閉店だ。そして今背中を向けて堂々と帰ろうとしているやつは、さっき全く日本語は通じていなかったか、もしくはやめておこう。だけどバカにして帰るやつに言いたい。ただバカにして帰るやつは楽しむということを理解できない愚か者、もしくは楽しいんだということを認めたくないクソみたいなプライドの持ち主だ。逆に言わせてもらう、見ている者に本気でバカにさせてこそ本当に面白いものになれる。俺はそういう存在を目指している。これを理解してくれる者、もしくは俺のショーが本当に面白いと思った者は、こういうやつを俺にくれ。ありがとう。あそこのカップルは多分幸せにはならないだろう。最後にみんなに言いたいことがある。今日見てくれたみんな、そして伝説のロックバンドクイーン、そして天国のフレディ・マーキュリーにありがとうございました。